よーい、スタート。アイクイベリーグッド。私と一緒に来てください。今の証言をもう一度してほしいんです。本や音楽は作家が著作権を持っていますよね。出版社やレコード会社は著作権を持っていませんよね。映画制作者に帰属するものといたしました。著作権法そのものがすでに批判を受けておるんですよ。誰も知らない秘密の花園、花園の迷宮、ブルタカシス20世紀のスタルジア、いつか見たドラキュラ。シナリオから出発して全く異なった次元のものに作られるところに映画の映画たるゆえんがある。最も危険な遊戯、監督ってなんだなんだ。 I'm a rapper、 ショーサーラッパー。出来心、私は青春残酷物語、さらば夏の光、さらば愛しき大地、俺たちの荒野のダッチワイフ、失楽園、少女ゲバゲバ、地平線がギラギラ、土はどっちに出ている、クルイザー、キサンダーロード、青春、監督ってなんだなんだ。 I'm a rapper、 ソーサーラッパー、よい、あい、